千田哲也は株式会社官保生命保険代表執行役社長。香川県出身で東京大学法学部を卒業した。1984年4月、郵政省に入省。大臣官房人事部管理課。外務省出向、NTT 出向、郵政省通信政策局国際協力課長補佐、大臣官房秘書課長補佐。 簡易保険局資金運用企画課長補佐、簡易保険局総務課長補佐、電気通信局総務課課長補佐。日本郵政公社発足後は、同公社秘書室長。郵政民営化後は、んぽ生命保険事務指導部長、経営企画部長、執行役、んぽシステムソリューションズ取締役を歴任。日本郵政公社の秘書室長としては、朝鮮三井社長、会長、 日本郵政公社総裁を歴任した、幾田正春を秘書として補佐した。2013年6月に、日本郵政株式会社の常務執行役。2017年11月には、専務執行役。2020年1月より、日本郵政の子会社である、株式会社かんぽ生命保険代表執行役社長。ABCD、全国観光会名誉同盟通信社。 2002年2月発行132ページインク産経、デジタル来年度は商品売る年でないカンポ生命の千田社長いざいざ2020年5月29日閲覧ありがとうございます